富山県富山市中老電付近中央、サイクリングロード富山県道370号富山、小川小矢部自転車道線は、富山県富山市と小矢部市イスルギを結ぶ自転車道として整備された一般県道。東道路の一部である中央サイクリングロード部についての半分以上が、下越の鉄道の用地買収区間で1970年に、 高速鉄道計画を中止しその翌年に企業廃止に伴い富山県に買収され公益財団法人富山県民福祉公園により1974年4月に富山小杉館が1977年4月に大門まで自転車道として整備された。また、都並市小川町伊勢のルートは主として1972年に廃止となった。 カ越能鉄道カ越線の廃線跡を転用したものであり、沿線の三居村の風景とともに各所に当時の鉄橋、ホーム跡などの鉄道移行を見ることができる。中央サイクリングロードの起点である五福公園前の中央サイクリングセンターでは有料で自転車の貸し出しをしている。案内図も入手できるので利用すると良い。ペット料金で ダイモンサイクリングセンターへの片道だけの乗り捨ても可能。4月頃から11月頃の土、日宿日の未開館。詳細は公式ホームページを参照のこと。現在、中央サイクリングセンターは営業を終了しており、利用することはできない。中央サイクリングロードの終点であるダイモン、サイクリングセンターでは自転車の貸し出しをしている。案内図も入手できるので利用すると良い。 別ッ料金で中央サイクリングセンターへの片道だけの乗り捨ても可能。4月頃から11月頃の土、日宿日の未開館。詳細は公式ホームページを参照のこと。現在、ダイモンサイクリングセンターは営業を終了しており、利用することはできない。ありがとうございます。